2008年スペイン議会総選挙は2008年3月9日に実施されたスペインの国会における総選挙である上院と下院の両院で選挙が実施されたサパテイロ首相4年前の総選挙で政権の座についた社会労働党と前回の総選挙で野党に転落し政権奪回を目指す国民党との間で激しい選挙戦が戦われた選挙の結果 そうは過半数の議席を得ることはできなかったが、比較第一党の座を維持することに成功して、サパテーロ首相が引き続き政権を担うこととなった。選挙区定数は人口比例で配分される。ただし、北アフリカにあるは、定数1の小選挙区政投票は政党あるいはその、連合のリストを選択する。個人候補は認められない。 各リストへの議席配分は、現単位のドント式で実施するが、得票率が3%未満のリストは、議席配分の対象外となる。外 PP の2大政党で全議席の9割以上を、占め、両政党以外の中小政党が軒並み議席を減らす、結果となった。特に、スペイン共産党を中核とする統一左翼は、得票率3.8%で2議席と過去最低の、 結果となった。投票日、2008年3月9日、出展、スペイン政府内務省選挙結果より。なお、データは、議席獲得政党と、前回との比較のため今回は議席を失ったが、前回議席を許していた政党のみ取り上げている。第9回立法議会における上院の議席配分は、社会労働党が、前回の2004年の議席を7議席を上回り、また、 カタルーニャのための進歩協定を2大政党に次ぐ、院内第3勢力として維持される結果となった。国民党は、前回を日議席を減らし、カナリア連合は、選挙前の3議席を2議席失う結果となった。データ出典スペイン政府内務省選挙結果、西平茂木、各国の選挙から変遷と、実情マイナスの、第6.1章、スペインを参照した。 コンスールタデレスルタードースエレクタールズ。ゴビエノデエスパーニャ、ミニステリオデルインテリア、サブセクリテゲアディリクシーンジェネラルデパリティカインテリア、2011年11月20日、閲覧。コンスールタデレスルタードースエレクタールズ、セナド、マース2008、トータルナショナル。ゴビエノデエスパーニャ、ミニステリオデルインテリア、サブセクリテゲアディリクシーンジェネラルデパリティカインテリア、 2012年5月7日、閲覧、ありがとうございます。